パンアメリカン航空007便失踪事故とは、パンアメリカン航空のボーイング377ストラトクルーザー旅客機がハワイ沖で失踪した航空事故である。後に漂流していた007便の残存物から不時着水に失敗した可能性が指摘されたが、機体の使用部やエンジンを発見できなかったため原因不明とされた。パンアメリカン航空007便は、 サンフランシスコを起点とした世界一周便として運航されており、1957年11月8日の便はボーイング377ストラトクルーザークリッパーロマンス・オブ・ザ・スカイズで運航されていた。この007便には乗員8名と乗客36名が搭乗していた。サンフランシスコからハワイのホノルルに向かう 国内航空区間を飛行していた007便は中間地点を少し過ぎた地点を巡航高度1万フィートで通過し順調に飛行中との定期通信を最後に失踪した大規模な捜索が行われたが1週間ほど経過した11月14日になってアメリカ海軍のフィリピンシーがフライトプラン上の航空路から北に 145km 離れた ホノルルの北東約1 4 5キロメートルの太平洋上に浮遊する機体の残骸の一部と機内装備品搭載されていた郵便袋、そして搭乗者19名の遺体を発見した。搭乗者44名全員は死亡したと断定された。007便失踪の直接の原因を確定できる証拠は発見されなかった。しかし発見された犠牲者の遺体の中には、 ライフジャケットを着ていたものがあったことや、死因も歴史が半数を占めていた事実から、007便は何らかのトラブルに遭遇して、不時着水を決行したが失敗し、機体が破壊されたものと推測された。これは、同じパンアメリカン航空のストラトクルーザーで、前年10月にハワイからサンフランシスコに向かっていた006便が、レシプロエンジンの暴走によるトラブルで飛行が困難となり、 不時着水する事故が発生していたためである。この時は、アメリカ沿岸警備隊所族の観測船のそばに着水することができたため、着水の衝撃で機体は分断され水没したものの、搭乗者全員が無事救助されている。この006便はトラブルから不時着水まで長時間飛行を継続できたが、007便はトラブル発生からわずかな時間で、 命令通報をする間もないまま不時着水を余儀なくされたものと推測された。なおトラブルの原因であるが、空中爆発ないし空中火災の痕跡はなく、エンジントラブルによって航路を逸脱したと推測されたが、確定するまでに至らなかった。また発見まで時間が経過していたため、正確な墜落地点の特定も水没した機体の回収もできなかった。ありがとうございます。